ウィキクオートはフリーでオープンコンテントな引用集を共同制作しオンラインで提供する多言語プロジェクトである。ウィキメディア財団が運営するウィキの技術を使うプロジェクトの一つでウィキペディアの姉妹プロジェクトにあたる。2003年に開始された著名な発言や本やことわざからの引用の巨大な文献を共同制作で作り上げ。 それらについての詳細を与えることを目標とする。コンテンツは GNU、GN FDL のライセンスを用い、自由な配布が保証されている。誰でも編集に参加することが可能であり、またすべてのコンテンツは無償で読むことができる。当初は英語のみだったが、他の言語でも引用集が作られるようになり、2004年7月22日に、 他の言語でもプロジェクトが開始された。2005年6月現在では、70ほどの言語が登録され、うち30言と5以上で活発な活動が認められる。最も規模が大きいものは、英語版であるが、全体に占めるその比率は、プロジェクトの進展取り分けた言語のプロジェクトの進展と、ともに減りつつある。2007年現在では、英語版の規模は、 プロジェクト全体のほぼ6分の1弱に相当する。2005年3月末に、全言語総計で1万項目、2006年11月には5万項目に達した。2007年5月現在では、総計で6万項目を超え、内英語版が1万項目以上、他の12つのプロジェクトが1000項目以上を有する。規模の大きな発言語版の記事数の増加 AB。 ウィキクオートメタより、ありがとうございます。